ち感じていた。チャイムが鳴り、教室のいつもの席に座り、何に従い従うべきか考えていた。ざわめく心、今俺にあるもの、意味なく思えて戸惑っていた。放課後待ちふらつき、俺たちは風の中、孤独瞳に浮かべ寂しく歩いた。ため息の飽和した店で、ピンボールのハイスコア競い合った。退屈な心を刺激さえあれば、何でも大げさに喋り続けた。夜の校舎窓ガラス壊して回る。
事ならば、先生あなたはか弱き大人の代弁者なのか、俺たちの怒りどこへ向かうべきなのか、これからは何が俺を縛りつけるだろう、あと何度自分自身卒業すれば本当の自分にたどり着けるだろう、仕組まれた自由に誰も気づかずに抱いた日々も終わる、この支配から卒業、戦いからの卒業。